さちゃんですよ。世の中の男たちのですね、もうですね、もう、はい、股間をやっぱいいよね。このクラウンだったね。このクラウン、このクラウンが出て、20年くらい。ヒロ君。どうもどうもどうもです。あら、あら。おい。あら。ちょっと YouTube 回してもいい？もちろんですよ。そう、もう回ってるけど。回ってる？久々じゃない。で、今日はですね、昨年もお邪魔しました、ノスタルジックツーデイズ、これはだからまあ国産のノスタルジックカーの一人カーですね、ヴィンテージカーのオンパレードということで、今年の方がですね、なんか車両も多くバラエティもあっていいような感じです。で、今日はですね、珍しくこの男だけのメンズメンズワールドのイクラチャンネルにですね、たまにはですね、こういうショーなので、まあちょっとね、女の子もいた方がいいんじゃないかということで、こんな人をお呼びしてます。どうぞ。こんにちは、半田笹です。よろしくお願いします。もう半田笹ちゃんですよ、はいはい、世の中の男たちのですね、もうですねもう、はい、股間を震え立たせさ、はい、もうね、ね、おーじゃないですね。いくらさんは大丈夫ですか。僕のね、はい、ならず者はですね、はい、最近あまりギンギラギンにならないっていう噂があってですね、そうです、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、そこら辺の方の頑張ります。車は興味ありますか。私車大好きです。ドライブも好きです。あ、よかった、はい、で、今日はまずはこの、パムスっていう僕らの子、はい、これが市原隼人君の、そうね、で、私の、古い川崎バイクの、もう世界一だな、俺から言わせれば、もうスペシャリティショップです。で、今ですね、車も車の車に回り始めて、でもこれは、まあ、商品としてもやってるんだけど、まずは自分の車を作ってるということでね、自分のためにやってるというですね、ここから見ていきたいと思います。俺がもうちょっと高山さん説明してください。はい、はい、高山さんでございます。ついに作っちゃいましたか。はい、すごい、すごいですね、これヘッド、はい、1から新品のものです。振動も少なくて、やっぱりいくら、まあ、レストアしてオーバーオールしていっても、まあそれなりのこう経年劣化っていうか、そうですね、ありますね。あとはこれ機械加工を作ってるんですよ、全部、はい、燃焼室からポートから、はい、なので燃焼室のこの容量4つが全部均一、ぴったり揃って、あ、そうですね、昔のとは違うってことですね。ぴったり揃ってて、あとポートの形状もこの4つ極力同じような形状に近づけるような設計をしてるんで、で、カムライン、はい、ここもやっぱりそのお待たせいたしました、精度がきっちり出てるんで、はい、カムの回り方もやっぱ変わってきてるのかなって。なんかね、最近ちょっと今までエンジン黒くしてたじゃないですか。オリジナルの、はい、もう、シルバーにも戻したいななんて感もあるんですよね、はいはい、そういう時にいいですね。素晴らしいですね。あとは当時 そのアルミの素材からやっぱ素材も変えてる。そっかそっか、全然違いますもんね。だから強度も高まってるんで、うん、やっぱそのカッチリ感、あとは放熱効果っていう意味でも 1.5 倍有利、熱は持ちづらいということですね。そうです、放熱性が上がってる、はい、いいですね、これね、ちょっとモヤモヤしてきましたね。これが昔のまあフェアリディ Z ですよね。はい、笹ちゃん何年生まれ。私85年です。85年、はい、85年そろ、まあまあ言ってんですね。まあまあね、今ちょっと考えたらサンキューって感じですか。サンキュー、そうですね、今年そうですね。あ、そうか、僕らが84年デビューだから、もう俺たちがデビューして1歳の時に、1年後に生まれたんだ。そろそろちゃんと生まれたなと思って、なんかちょっと前までは85年って聞くとすごい若い感じがしたんですけど、なんかもうそういうことになってんだ。久しぶりに会ったんで、そうなんだ。いや、でもいいじゃないですかね、女としてはまだこれからですから、ね、なんか腐りかけが一番美味しいって。いや、まあ腐るにはね、まだ早いですよ。僕らにしてみれば39歳なんていうのは中2ぐらいな感じですからね。まだね、まだまだいけます。改めて、ファムスオーナーの吉岡さん、どうも。はい、吉岡です、よろしくお願いします。だいぶこちらも形になってきましたね、はい、8割ぐらいです。ねえ、
いいですね。もうでも俺ね、もう本当ね、これね、仲間だから言うわけじゃないけど、僕が見た中の Z の作り方では、まあこれまた世界一ですね。本当よくね。俺そのうち自分のさ、なんかトランザムとかああいうのをさやるときに一から作るんだったらさ、吉岡さんとかにさアメ車とかもいじらせてみたいよね。そんで興味持ってくれればこっちはしめしめってもんじゃないですかね。そうですね、はい、そのうちなんか6級のアイアンバンパーでも一度預けてみたいですね。おっぽって前に置いて好きにしていいよって言ったら何になるのかな、やってみたいですよね、はい、全部うわ軽々だ、軽々です。 FB ですか、ドライカーボン、見て、触っていいです。屋根も鉄じゃない、屋根も全部そうね、これカーボンですから。軽くなる、はい、軽く、これ強度もあるんですもんね、カーボンはね。うわやばい、ちょっと持ってみて、これ全然女性でも全然軽くなるですね。すごい、何これ。何これ、これだけでも相当の軽量化ですよね。10キロ。前はタンクなかったですよね。なかったですね。これはカーボンで、まあ、このカバーはカーボンですけども、はい、はい、このラジウムっていう、まあ、アメリカのこういう安全レーションの安全タンクを使ってるところのメーカーですで、本当は今度つけるとこれ開けてここから入れなきゃいけないんですよ。嫌で、ここから入れさせてほしい。ああ、そっか、レース用のだからね、はい、普通直接ですもんね。そうなんです。ああ、すごい、そうですよね。それいちいちこう開けて中ガソリン臭くなるの嫌ですもんね、はい、そういう、ね、ところがいいんですよ。またあのオーナーのこう適度のわがままって入れていかないとダメなんですよね。その乗るためになんかちょっと我慢しなきゃいけないっていうのは、そうですね、嫌ですよね、はいはい、古いから我慢するって嫌です。そうなんですよね、嫌なんですよね、それが。正面も見たいですね。正面めちゃくちゃかっこいいですよ、ね、でもちょっと待って、これちょっとこのね、そのメーター、ここに全部情報が出るわけですよ。だから メーターが、あのスピードメーターもスピードもここに出て、これエンジンの回転数だけがここに出るっていう。こうなんか俺の顔写真とか笹ちゃんのエロいやつ貼っときましょうか、ここね。なんかそれがこうたまに走ってるとパッて出るっていうね。でいい感じで出て、それでおおいいなって笹ちゃんのが出て、寸前で俺がパッて出るみたいなね。じゃあスピードでもう全部あそこに出るんですか。全部すげえ。ペダルも全部オルガン式のレース用になってますねえ。JMC さんと使ったヘッドが今入っていて、はい、もうちょっとで火が入るところです。楽しみですね。まあ、スロットルボディインジェクション化して、はい、これも、まあ、モーテックでコンピューター制御する。ねえ、すげえなあ。あのレストモッドっていう言葉があると思うんですけど、はい、まあ、まさしくそういうことなんだと思うんです。そうですね、はい、だから僕なんかはもうレストモッドのだからもうこういうのを自分たちでそういうのを作った時にレトロテックって、レトロテックもう、はい、まさにレトロテックでかっこいい。でも結局このヘッドとかこういうものって僕らって作れないじゃないですか、ピストンとかと違って。まあそうですね。でショップレベルとかだったら作れるものっていうのは、はい、まあ、ピストンとかカムとかせいぜいそのぐらいですよね、はい、ヘッドを作るってなかなかできないんで、うん、まあ、JMC のトップです、はい、お買い上げ、ご無沙汰、ありがとうございます。いやもうなんかプレゼントしてくれるって言ったんだよ、ね、もうね JMC ぐらいになればね、いや1台乗ってくださいよ、くらさんこれどうぞみたいな。いやいや、そういうわけにいかないですよ。でもね、出されたも引っ込まわせながら、そうですか、ありがとうございます。こんなのが流れになっていくわけですよね。そういうことですね。いや素晴らしいですね。やっとだんだん形になってきて、そうですね、楽しみですね、はい、楽しみです、素晴らしい。できたら乗ってください。いや乗ってみたいです、これは。もうでもやっぱこのシンプルさがかっこいいですよ、この車は。いや素晴らしいわ本当に、230すごいことになってますよ。これも見てください、これ何すかこれ、ね、すっごいことになってますよ。こんなにうねってるものでしたっけ。これだからもう全部タコ足ってマフラーがの、全部ワンオフでしょうね、これね。インジェクションで、そうです。これはあのライジングさん の,、はい、あのスロットルボディを使って、はい、あとはうちのインマニとエキマニも全部オリジナルで作りまして、はい、これもうワンオフですか、この辺は。そうですね、あの、まあ、一応型はもう取ってますので、はい、製品としては、はい、まあそうですね、L 型の
ってあれだったら、ね、あの車両によってっていうことで、でもこれはまあ取り回しがあるんで、これはもう230。そうです、230。230と330とまた違うんですか。まああのこれでつけば大体つきます。大体つきます。はい。すごいな。これ足回りとかも全部。はい。あのもう基本はあのすべて裸にしましたね。はい、あの一から全部作ってます。でもまたこうシートとか、はい、ボディのこういうところパーツとかはオリジナルでね。そうですね。あのこれがいいですね。ボンネットだとかフロントフェンダー、はい、これはあの10ミリのワイドボディになってます。あ、なってるんですか、はい、オリジナルっぽく見せて、はい、これカーボンです。カーボンで、あ、それタイヤサイズとか、あ、後ろもそうですね、膨らんでますもんね。いや、40ミリのワイドで、めちゃめちゃかっこよくないですかこれ。このセンスは最高ですね。トランクも買う。で僕はね、こういうね、なんかやっぱセダンですから、あのこうモール関係がね残ってるのがすごくかっこいいなと思って。うん、ね、このシートですね。そうですね。これオリジナルですよね。形は当時のあのデザインは生地を探しましてね。これ、はい、あの柄が入ってるやつ。はい、うわすごい。もうすごくね、当時やっぱね230とかね。この辺はね、ゴージャスな感じで、お金持ちのね、もう大体ね、土建屋の社長さんが乗ってましたね、この辺はね。素晴らしいですね。俺、これ、これが欲しいよ。これ、感激的ですね、ボディ。座っていい。どうですか？もう最高、あのね、よみがえります、青春が。今でも、国産旧車の中では230が一番欲しいです。あのこれちょっと下げてもいいですか。うわーすごい。こういう内装パーツっていうのは、そうですね、これ綺麗なものが、はい、あったものを使ってるんですか。いや、これ張り替えたんです。全部オリジナルっぽく張り替えたってこと、はいはい、あとこれはですね、もう、はい、当時の内張りにくっついちゃってますから、はい、まああのちょっとメッキ塗装をしたりだとか、あ、はいはい、まあ、張り替えとあの、まあ、ハイブリッドでしょうかね。これちょっと僕当時気づいてなかったんですけど、後ろから出るためにここにもあった。そうなんですよね。知らなかったです、今気がつきました。あ、ふわふわ。なんかね、いいんですよこのシートの感じが。これがやっぱり内装とかがオリジナルっていうところがセンスがいいですね、やっぱりね。すごい。これでエンジンはこれはあの JMC さんのヘッドを使いまして、はいはい、3.2 リッターでフルチューンしてあります。いい走りですよね。もうバイクと同じようなレスポンス、もうレーシングバイクみたいなレスポンスですね。ですか、はい、スーパーセダンですね、はい、さあここでゴッドハンド皆さん、今日もうね、大げさなんだから。やってますね。いや、ゴッドハンドですよ。いやいや、久しぶりじゃないですか。いや、どうぞ。いやいや、これ見てください、またまたこの前ムーンの時もこれ、思ってね、はい、これビートですから。え、これモノホンじゃないですか。モノホンザビート軽乗車もうすごいな。ちょっと空振りがあって、この日本工科大学ね、はい、こちらの方の自動車大学なんですけど、あの自動車工学部の中でね、はい、カスタムカーっていうのを進出、あの新設してね、はい、そこであの講師をやらせていただきます。いいですね。制作期間ってどれぐらいかかってるの。あのね、1年間カリキュラムの中で、はい、あのあやっていく、学生と、はい、あの教えてますね。いや素晴らしい、相変わらずのゴッドハンド。いや、いいね。だから褒めすぎだって。いや、褒めすぎてまんざらでもないですよね。いや、でもやっぱ村田さんしかできねえからな、これは。本当すごい、素晴らしいですね。りょうくん、どうも、どうも、どうもです。あら、あら、おい、あら。ちょっと YouTube 回してもいい。いい、もちろんですよ。もう回ってるけど。回ってる。久々だな、もう。久々のツーショット。いい女っぽい。ちょっと